この歴史あふれる感。そこのお嬢ちゃん、その隣に浮かんでいるチビはいくら、なんかおかしいぞ。でも正直に、まあいくら積まれても売る。確かに最近は懐に余裕がないから、あ、何せ普通の商人だ。なんか怪しいぞこいつ。そう言わないで。そうだ、飴食べる？こいつは信頼できるやつだ。そうだ、君たちも怪盗祭目当てでリーウェに来たんだろ。今年の名勝の塔はとにかくすごい。巨大な塔を浮かせるために使った浮上の石は、ここ20年神話に出てくる雲の中の城がきっと同じぐらい大きな浮上の石がくっついているんだろうな。なんかすごい。ようこそリーウェイ、リーウェイ校の代表としての。うわー、屋台がいっぱいあるぞ。こっちもあっちも。ちゃんちゃんはね、今ぬいぐるみを寄付したよ。昨夜空を撮ったから、そちゃんちゃんはいいこと。今年の名勝の塔のデザインは衣装同点。鹿の角をもっと大きくしてくれる。その角には岩王帝君の力が込められておって、しかしあの決戦で山が崩れそうになり、彼は麓に、彼は切り落とされた角を支点にして山を支えた。今になってもなお彼の角に支えられ、信じてくれるかどうかは別とし、怪盗祭が今もあり続けているのは、あの旧友たちが寂しがり屋だからかもしれないの。さようなら。冒険だ冒険。見ろ、空中に石が浮いているぞ。鎖も引っ張られて、の鎖がなかった。あれは名勝の塔の材料、浮上の石。この誰？名勝の塔の建設進捗統計を担当している甲州だ。君たちは最近リーウェに来たばかりで、怪盗祭を見るのも初めてかな。そうだけど、どうしてわかったんだ？去年は変わったマスコットを連れた旅人なんていなかったからさ。怪盗祭で人々が飛ばす小さな堤灯が小塔で、リーウェのみんなが共同で建設した巨大な堤灯が名勝の小一の屋台は、リーウェの各商会が年に一度お金のためではなく名勝の塔を建設するために開いたものだ。じゃあ小一に。もちろん、私に言わせれば、怪盗祭はリーウェの美食を、これはリーウェの一年のうちで最も盛大な祭りだ。怪盗祭で自分の技術をみんなに披露すれば評判もかなり上がるだろう。だから金にはならなくとも各商店は全力を出し、怪盗祭でリーウェ人は、まだ何か聞きたいことがあったら、ボーガさんは基本、そいつはどの店の料、当然さ、ボーガさん、わかった、早く。それで、こんにちは。何か、あなたの格好リーウェの人じゃないよね。責任者とも。私はただ細かい部分を管理して回答さ、超一で一番。一番？それぞれに特徴があるから、はっきりした答えはだ。あそこに並ぶ人がもう少し増えたら、行くなら急いだ方がいいわ。そうだ、
疑念のところ、これは我々総務士が昨年の回答祭のデータをもとに作成。戻ってきたらお礼と。人手が足りないな。もここはどんな。お客さんかい。メニューはこっちだ。メニューにあるものもないものも何で。小さなや。当然さ、僕に作れない料理はないからね。さ、また今年も来たか。経営提案なんて、まあいい。さ、食事しに来たのなら注文してくれ。こんなにメニューがあるなんて。これも美味しい。あれ？チコザ。うん。怪盗祭が英雄を祀るための。なかなか見る目があるな。少し待っていてくれ、すぐにできるから。はい、注文してたチコ魚焼きだよ。味はどう？おいしい。お前の最高の仲間として当然のことだ。ゆっくり食べてくれ。僕は次のお客さんを対応しないと。まだ何か食べたかったらいつでも注文してくれ。おかえり。どう？記念。すごく美味しかったぞ。そう、去年もそんな感じだった。まあいいわ。ほら、さっ。おー、もし消灯に興味があるのなら。あの、すごーく。ええ、彼はその消灯を編んでショーにプレゼントしたら少しは喜んでくれるかも。早くケイミョを探しに行こう。このペースなら間に合うだろう。消灯の編み方？おや、君、消灯にはいろんなタイプがあるからな。ちょうどここに材料があるんだ。おっと、この材料。はじめは難しい。君たちのように消灯の編み方を覚えたいという人。あの超巨大な名称のあれか。あれも編んだと言えるだろう。リエユエにいる君も知っているだろう。小一の焦点が。なるほど、名称の塔は毎回焦点の力を借りて作られてるのか。これは怪盗祭の伝統だ。必要な費用は主に総務士からの寄付金だが、材料やその他もろもろは全て一般の。あ、この前の女のぬいぐるみも名称の塔のケース。それは怪盗祭は何を寄付したとしても基本全て。何せ盛大な祭りだ。参加する。おっと、君たちは怪盗祭を楽しみに来たのだろう。引き止めてすまないね。また消灯を編みたくなったら怪盗祭を楽しんでくれよ。どう？奇妙は見つかった？見つけたぞ！消灯の複雑すぎて全部覚えられなかったけど。大丈夫よ。よし、私。